前回までのあらすじ。九州一周旅行にやってきたしもやか甘く誘いソースの3人。佐世保バーガーに舌鼓を打ったり、ソイちゃんパレードを踊ったり、変な虫に目を刺されたり、イルカウォッチングのブログに載ったりと充実した初日2日目を終え、旅も後半戦へと突入する。3日目、朝ということで、おはようございます。おはようございます。おはようございます。もちもちのお肌がということでね。もちもちのお肌が、翌朝まで届きましたよということで。続いてますね。やっぱ温泉の効果が出てますね、やっぱり。朝だぞっていう。朝からもうビッカビカでしたもんね。で、朝日のバックのソイさん、ちょっと髪型がね。寝癖がもうチャーミング。ああ、かわいい俺。この朝ごはんだけはちょっとバイキングということでね。バイキング好きなものを撮ってみて。さすがに笑顔が消えてる。バイキングかよっていうことで。いや、できれば旅館の朝ごはん食べたかったなっていうところで、我々バイキングを、食べるということで。天草さんはずっとパンを食っているというね。ご飯の場所は分かんなかったんよ。すごい分かりやすかったですけどね。ここご飯ですよって授業行ってましたよ、天草さん。で、ご飯取ってくるわって取ってきたんがケーキとラスっていう。こいつ頭大丈夫かと思った。一応テンション上げてるけど、やっぱり笑顔じゃないからね。自然体で出ないな、笑顔は。まあまあまあ、でもまずくはなかったけどね。美味しかったけどね。これなんで怒られてんだっけ。もう覚えてないわ。なんか怒られたね。怒られすぎても覚えてないですね。あとやってられるねーだろということでね。セクシーちょっと。なんで全裸なんですかここ。いやもう開放的にこうめちゃめちゃ気持ちよかったのよ。朝日入ってきてさ、すっごい気持ちよかったのよ。目の前海やし。でこの旅館を出まして、道中次のね目的地に向かう、フェニックス、道の駅フェニックスですかね、向かうときに浜さんの歌撮った、家写真撮りませんかみたいな、最後に飾れる写真ありますか、家写真撮影中っつって、ちょっと面白かったのかな。これも天草さんのカメラマン意欲をそそられる被写体ということで、ね、ちょうど目の前で信号で止まったのでね。さあ撮りますよこんなもんは。次の目的地に向かって、うん、あ、そうさん今回は後部座席でね、後部座席に置くと天草さん寝るということで、でなんかこれよくわかんない道の駅ついたんだよな、とりあえず飯を食おうっつって。え、これフェニックスやろ。これもフェニックスで着きましたよと。ひなみ海岸国定公園道の駅フェニックスというですね、すごく眺めのいいところに、はい、フェニックスめっちゃ良かったな。ねフェニックスね、海のとこ良かったですよね。海岸線がもうすげえよこれ。天草さんのカメラマン意欲がすごいかきたてられてどんどん撮ってましたからね。うん、天草さんで、これがなんか鬼の洗濯板みたく有名なやつなのかな。これあの遠くから我々撮ったやつですね。撮れてるなぁ、それそう。いや、これ確認するとね、ちゃんとね、俺は写真撮ってるの見えるんだな。すごい下の方にこの海岸があって、その上の方にソイソさんがいて、俺降りるのめんどいからお前ら上から撮るわということで降りたら電話がかかってきまして、いいから来いよって言われて、すげえいいとこだから来いよっていうので慌てて2人興奮して電話をするという。で、ソイソさんも我慢しきれず降りてきて、このはしゃぎようということで、行きたくなかったって言ったソイソさんが一番海の男ということで、だって天草から呼ばれてんて。これはねもうこの波でやっぱりこうソイちゃん撮りたいです。そうそうそう、あの波の中のソイソさんはどうしても欲しいと。ただね、波がいいとこっきの写真が一切ないっていうね。結構波すごかったんだけどな。波すごかったけどね。あ、すごいんですよ皆さん、ここの波めちゃめちゃお前撮ってやるやないか。で帰ってくるとき後悔してると、やっぱ遠かったね。いや、ちょっと疲れてんねこの階段の上りの多さに。階段すごかったもんな。これですよ、カメラ向けられてたのに気づいた我々はもうあっという間に。これも結構俺お気に入りなんだよ。あ、これも意外とお前さんお気に入りですか。結構お気に入り。あのこのねカメラに入ってこようとするねこのねこの感じお気に入りですね。でこれ天草さんが食べたソフトケーキ、ソフトクリーム、何ですか、何のソフトクリームでしたっけ。これマンじゃない、多分マンゴーか。ヒューガナッツちゃうんかい。ヒューガナッツじゃないよ、ヒューガナッツはお前やろ。ああ、あとあと食って高千穂で食ったやつね。そう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 、激うまマンゴーのソフトクリームですね。でソイちゃんが、天草さんから強奪して食べたチキン南蛮さんの名物チキン南蛮をここでソイちゃん食うというね。天草さんが見つけたのにもかかわらず黙ってソイちゃんが違うねんって。ソイソーこれチキン南蛮だよっつったら、あ、これにするわっって最後のチキン南蛮ってその時は気づかんかったよ。取った後にチラッて見たらなくて、もういいだ、もうでも食べたいやん俺。気づいてはいたんだね、もうこれを取ったら最後のチキン南蛮ってことに。そうそう、最後の方気づいた、取ってからしばらくして気づいた。で、天草さんが俺の方に寄ってきて、どうしたんですかって聞いたら、そういう人がさ、最後のチキンのあいつ取ってってさ、ってすげえ愚痴ってました。いや、すげえ速度に取ってったから。勧められたんかと思っていいやんと思って取ったんや。あいつ最低ですねって二人で話して、人の気など知れず食って笑顔のソイちゃんというね。こっから車をバーッと飛ばしまして、ヒューガサンパーク。我々以外ね、宿泊客誰もいないという、ここに泊まりました。すごいでかいコテージでしたね。
その2階建てで。2階建てで。まあ、我ら以外誰もいないっていうね。広いんですよ、皆さん入ったら。ここキッチンです。2階にあったお風呂ですね。あれも皆2階さん全あっくつかなかったよね。ていらなかったですね。で、山口さんが1人でちょっと外の風景を撮ってくれたんですね、これ。怖いですね、ちょっとこの辺の写真なんかはもう。で、あ、これは料理で作った食べたやつですね。ここは僕めっちゃうまかった。何やったっけ、カジキマグロの照り焼きです。プリプリやったもんな。そう、やっぱ地元のやつ取れたてなんだろうな、あれ。あの道の駅で買ったんだけど、これがソイちゃんお手製の、これ地元のお肉のやつ。地元のピーマン。あ、地元のピーマンを使った宮崎やからピーマンが美味しい。今の肉詰め、ピーマン美味しかった。確かにいいピーマンでした。天草さんが作った、びっくり卵ですね。地元のもの入ってましたっけ、これ。地元入ってないですね。カジキマグロ食ってめっちゃうまい時やん。ああ、そうやそうや、楽しそう。ひっくり返ってるやん。役の変わる、確かに。よかったな。4日目を迎えます、皆さん。4日目はね、あの、高千穂というところに行くので、ものすごい朝早く起きたわけですよ。6時起きで。6時起きで。ビカビカにこう、天気がいい中を、じゃあ出発ということで、高千穂っていうすごい山深いところにあるので、そこに向けてね、ぐねぐねの道をこう、向かって着きました。ここが高千穂の、ダムの放流があって増水するということでね。そうですね、サイレンが鳴ったら、まあ逃げろということでね。うまくないですか、この写真の撮り方。これどうやって撮ったんですか、これ。プロカメラマンみたいな撮り方なんですけど、ピントバッチリだし。はい、高千穂に着きましたよっていう。はいはい。仮設階段みたいなところ降りてね、この下のところに向かっていくわけですよ。うわー、綺麗。綺麗やな。写真で見ても綺麗伝われてすごいな。綺麗だな。あ、俺失敗したやつです。あ、消せなかった。さん消せなかったんですか、これは。あ、ソイよりの T シャツ着てるから。あ、なるほど。消せなかったとね。うわ、すごいですよ。めっちゃ良かったな、ね。めちゃめちゃ綺麗。やっぱ晴れてて良かったな、ここ本当に。で、行くぞと気合い入れて、お前ら乗るぞ。本当に元気ですね、やっぱ僕。元気ですね。こっからの悪夢が待ち受けようとは。行くぞ、お前らと。この顔みんな覚えててほしい。ほんま。面白いわ。なんでこんな元気やね。なんとカモがね、その辺を歩き回ってて、ソイちゃんが一緒にツーショットで映ったという。そうそうそう。すごいボートに寄ってくるやん、カモ。寄ってくる。あれ、餌くれるからやん、みんな。そうそうそう。俺ら餌があること知らんから、餌ないけど寄ってくるやん、餌くれると思って。俺、すごい懐っこいカモやなって思ってる。あ、そう思ってたんや。カモと肩幅がどっこいということでね。はいはい。で、ボートにいよいよ上陸して。真ん中に座る人が絶対ボートこかなあかんから、席を途中で交換しちゃダメよって言われたんですよ。そうです、そうですね。じゃあなんかじゃんけんかなんかわからんけど、しもやかがもうこいでってなって、まあしもやか一番前言ったらガタイもいいし、柔道部やってたしってことでね、昔。そうだね、やったしってことでしもやかに頼んだんですよ。そしたらなんかこいつこぎ方を知らんのか、なんか急にガチャ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 やりだして全然前に進めへんって、どうやんのみたいな顔で言ったら、なんかだからこうやんねんってって言って やったら、なんか全然なんか分かってない感じで言ったら、店員さんから違うよ、それ垂直に立ててって言われて、ヒレの部分をさ、水面に対して垂直に立てて漕ぐやん。それが分からへんから、なんかすごいね、あのボートの枝の部分を垂直に、水面に垂直にしようとしてガチャ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 やってて、ずっとで、違うよそれって言われても、え、違うのって感じで、まだ分かってないから、下役はずっと垂直にしようとして一生懸命やってんだけど、違う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 ってずっと怒られてて、で、なんかもう下役が泣きそうな顔になるから、ええみたいな感じで、もうなんで俺に怒るのみたいな感じになって、こうやでって言って、ようやく分かってちょっとは進み出した、はい、あれ言われてるところの写真は あります、あります。これその時もう本当言われて、顔がもうやっぱ追い詰められてる顔しますもんね、この写真とか。泣きそう。もう泣きそうだもんな。でとりあえず直進したら、知らんおじさんがそこで写真撮ってんけど、そこに割り込んで入っていって、下役がそこでもこうやって漕ぐんだよって優しいおじさんに教えてられんねんけど、教えられんねんけど、下やかもう追い詰められてるから、え、もうまた大人に言われる、また大人に言われるって。でもあのおっさんの教え方下手くそじゃなかった？あ、わかりましたって、とりあえずわかりましたって言うねんけど、全然わからへんから方向転換ができないわけよ。で俺もちょっとイライラしてきて、だからこっちだけこいで、わかった、やっと仕組みわかったわとか言って、なんか一旦その怒られんのを防ぐために、もう言われたくないから一回分かったって言って自分でやんねんけど、全然分からへんから俺がまた言うのよ。じゃあ、ああなるほどって、さっきの同じ説明したのになるほどって言いやがって、でまたこれこいつなんかその場しのぎの嘘で、分かった分かった分かりましたみたいな感じで、こうするんでしょうとか、仕組み分かってるからとか言って言うねんけど、毎回言わないと分からん。じゃあ追求はね激しいんだって。別に分かったって言わないと終わらない雰囲気だったから、とりあえず分かったって言ったの俺は。そう、でも分かってへんから全然さ、結局方向転換できへんわけやん。
で、これがあれです。この写真あれですね、係員のおっさんに注意されてるとこですね。あまりにも面白くてやっぱ撮っとくべきだなと。見てごらんなさい、この笑顔の無理してる感。俺の瞬間一番帰りたかったもん、俺転覆してやろうかなと思ったもん、この船ごと。いやほんま追い詰められた顔で。わかるかな、クラゲが引退する時の顔って言ったらみんなわかるんかな。そういう顔してたのよ、なんかもうずっと目が遠くを見てて。天草さんちょっと嬉しそう。あまりにも面白くてさ、さあ嬉しくなるよ。なんかこの変な運転してこの滝のとことかに行ったらえらいことになりそうで、プレッシャーが半端じゃなかったの俺に対しての。なのにこのバカ二人は何にも手伝わずガチャガチャガチャ、そうじゃないそうじゃないって口だけしか言わないっていうアホマン。お前がさちゃんと説明しようとしてもそれは分かってるから。じゃあお前がちゃんともっと優しく説明しろ。なんかイライラしながら違うやん、なんでそんなことも分からへんのみたいなこと言われたら、そんなしもちゃんだってやっぱ心閉ざすじゃん。だからこうやったらいいんやでって手取り足取りやったやん。そしたらあもう分かったとか言って、その教え方が悪かったっつってんの、お前のその手取り足取りの。じゃあ全部お前が最初からやればよかったんじゃないかって俺は思ったわけ。いや俺はこの時思ってたよ、最初から俺がやればよかったって。そうでしょ、だったら誰も苦しまなかったわけ。そうや、お前が下手くそなせいでな。そうじゃあお前の教え方が下手くそなせいでな。いや普通誰でも分かるから。いやだって店員さんもびっくりしてたよ、なんでこんな分からへんのって。こんな分からんかったやついないねんけどみたいなテンションで喋ってたってことよ。だって外人の一人の船とかも普通にやってたもんな、外人さん。めっちゃ迷惑そうにしてたもん、女性のぶつかりまくるから。お前がめちゃめちゃぶつかってやったわ、こっちは。僕はこの辺でもう普通に助けてくれって叫んでました。もうやだって言ってたもん。もうやだって叫んでました、本当に嫌だったので。ああおもろ。もデートでボートに乗るのは絶対やめようと思いました。あ景色綺麗ですね、景色めっちゃいいな。お母さんこの写真撮り方上手くないですか。いやもう景色がねもうとてつもなく綺麗だから、どこ撮っても絵になるよね。まあこの最中も下中はまあ嘆いてたんですけど、ずっとソイソさんと揉めながら、ソイソさんが漕いでくれて、そうなんだそうなんだっていう。もうご飯ほぼソイさんに任せてましたから、嫌になってもうお前がやってよって言って言われたわ。なんで俺はこんなこともできねえんだろうって落ち込んでた時ですね。あーこれもいいですね、綺麗だな。いや見たかったらゆっくり俺これ。ここでおっさんが待ち構えてるっていう。しもちゃん転覆した時用にね。そうこいつら危ねえんじゃねえかってことでね、先回りしたもんな完全レスキューのおっさんが。ソイちゃん楽しそう。楽しかったわ。運転がスースーに変わりましたね、こっから。やっぱ海の男に任せた方が良かった、最初から。ほら金玉くっきりって確かにニコニコしながら運転してるもん。僕とこのソイさんの笑顔の対比を見てください、僕のこの顔と。もうこれ完全にやられてるやん。もう撮りましたということでね。へこむしもやか、一人でへこんでるしもちゃんですね。気分良かったで俺らは。本当だって景色綺麗やし、しもやかの顔めちゃめちゃおもろいし、船で怒られたことをそれさんに責められるという。これはだからなんであんな分かったって言って全然できてなかったやん。さっき言ってたことですね。あーと怒られてるよ、素晴らしいとこでしたね。めちゃめちゃ景色撮ってますね。あーでも綺麗だな、綺麗は綺麗ですよ。これとかすごくない？これ、天草さんすごいですよね。これ俺すごい綺麗な写真だと思うんだけど。やっぱりね、景色が綺麗だと写真もさ、綺麗になりますよ。これすごいんだよ。光の当たり方がうまいというか。仲良し二人組です。仲良し二人組です。こらじゃないです。で、ここから遊歩道がありまして、遊歩道を散策に行くところですね。これも綺麗ですね。いや景色一個一個がやっぱ綺麗。やっぱほんと天気良くてよかったなこの日。めっちゃ撮ってるな。これもいいですよ天草さん。ちょっと写真飛ばしていってもらっていい？天草がいっぱい褒められてるのちょっとだんだん気に食わなくなってきた。ちょっと綺麗な景色を見て僕が元気になってきたとこですね。あで俺キハチの力石ですね。この写真なぜ撮ったかっていうと、この前後して菅くんのモノマネがまあ流行ってました社内で。僕は悲しいですよ、下役さん。悲しいですよっていう話をしてたところ、ここにですね。ずーっとやってたところ。を、キハチの悪行というですね、看板を見つけまして、はしゃぐという。キハチの悪行、キハチの悪行って言って、3人ではしゃぐという一幕がありましたね。だいぶ回復してますね、この辺はもう。で、木漏れ日の道をひたすら歩いて、あら、綺麗。もうさっさ写真うまいですね。はい、次。おいどうしたそいつ機嫌悪くなったぞなぜか。俺らが先に行こうと言ってんのにそいちゃんがあの長男のわがまま出してもうええやんっつって、もう何もないやんっていうので看板を見てるそいちゃんそいさんですね。そうです、地図を確認するそいつですね。俺と天草さんはちょっと奥まで行ってみようよって言ってんだけど、歩くのがめんどくさくなってもうええやん、先なんもないぞっつって、これ地図見て先なんもないぞっつってるとこですね。でその後、まあ遊歩道の散策を終えて、まあ近くのなんか食べ物屋さんみたいなところがいっぱいあるところに来て、で釣り堀があって釣りができると。釣り三平のパクリですねこれ。じゃあ釣りやろうかっていう話で盛り上がりまして、で釣り行くぞぞ行くぞ釣り釣り行くぞ。この前写真おもろいですね。剣道少女釣り竿バージョンですね。剣道少女やってますね僕。えいやえいやっつってね、
で、我々は先に、一足を先にもう入れたらすぐ食いついてきて、いとも簡単に釣れたわけですよ、僕と天草さんは。そいつさんが写真を必死に撮ってる間に、で、そいつさんも、あ、いかんいかん、お前らもう撮ったんけ、俺も行くで、つって。そいつさん全然釣れないわけです、皆さん。何回も何回もこの餌を外しては、本当じゃ、外してはつけ、5回くらい繰り返して、ようやく、釣れて。で、僕が一番ね、でかいね、魚を釣ったんですよ。だから僕の勝ちです。嬉しそうな顔してるな。ここでなんか焼いてくれるのよ、塩焼き。そうそうそう、で、釣ったやつはちゃんと焼いてくれるやつですよね。ちゃんと焼いてくれて、これ食べていいよっていうので、で、釣り竿100円、魚1匹200円で、焼くのに200円やったのよ。で、最初に300円取られたと思って、で、次渡しに行ったら、あ、1匹釣ったんですねみたいな感じで、魚焼くの1匹200円ですよって言われて、200円取られたわけよ。で、焼いてくれる場所に行ったら、1匹200円かかりますって言われて、払ったら、あれおかしくないかと、結局多く払ってないっていう感じになって、これ文句言わなあかんわって、下屋が文句ケチをつけに行ったんですよ。すいません、200円多く払ってるはずなんですけどみたいな感じだったら、あの店員さんが、いや、最初100円で、次200円で、200円でって、900円お返ししましたよねって言われて、あ、本当だわ、本当だ、最初100円しか払ってないわみたいな感じになって、すっごいなんか、あー、やっちゃったみたいな。クレーマーに我々ね、返信するという、はい、最初に言い出したのはソイさんなんですけどね、僕ジャンケンで負けて代わりに言わされただけなんですけど、いやいやいや、そういや、でも怖かった、やっぱソイさん金のことになった時のソイさんの目の変わり方、俺ほんと怖かった。いや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 、待てよお前ら、え、待てお前ら、金足りなくない？完全に下やかやったよ。ちょっと僕さん、何でもおるん、俺のせいにすんのやめて。僕と天草さんはちょっと怖かったですね、天草さんの時の顔。ずっとお前独り言でさ、ずっとさ、700円、200円、お菓子200円返してもらわなきゃって言ってさ、ずっと言ってたよ、お前が。ちょっと怒りながらだったから、俺怒られるのかと思って、ちょっと、え、待って、下やかって言われて、え、怒られるのかなと思って、何ですかって言ったら、お金返してもらってなくないっつって。俺は、あの、そういう人が言ってることは正しい。人のせいにすんのやめよう。いや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 、一人でクレーマーになって恥かいたって話。嘘ついてるじゃないですか、二人とも。僕は悲しいですよ。で、この焼いてもらったニジマスを我々食べるということで。いや、これうまかったよな。これ待たされて待たされて、まだかよってなった時に来て、めちゃんこうまかったな、これ。ニジマスに、かぶりついている我々ということで。クレームつけたにもかかわらず笑顔です。で、その後ね、団子屋さん、この団子屋ママサさんひどかったですよね。ずっと団子が焼き上がらなくて。なんか団子は焼いてあったのよ、2本ぐらい。それ買えますかって聞いたら、わかんないですって言われて。店員がですよ、皆さん、店員がわかんないですよって言い出したんですよ。可愛らしい女の子はわかんないですって言われて、俺とその女の子無言になるっていう30秒ぐらい聞いてくるって言って、奥に奥の子行って、まだみたいですみたいな感じで言われるっていう中学生高校生ぐらいの女の子やったやろ、あれ。おばあちゃんのお手伝いとかそんなんやと思うで。あー、で、買ったやつを、そいつはなんか俺ヒューガナッツのソフトクリームかなんか食ったんですよね。そうですね坊主が団子食ってるこの写真、この写真いつ撮ったんですか？そいつの体団子になってるじゃん。ほんまや、なんかいろいろむちゃくちゃやなこの写真なんですか？いろいろむちゃくちゃやんけ。肩幅狭すぎて団子にくれすぎやん団子食い終わって、高千穂を出発しまして、次の目的地ですね。あ、現れました。本日の天使ちゃんです。はい、ということで皆さん、ここで初お目見えかな、写真としては。これが1日目、2日目にも降臨していた、毎日更新していた天使ちゃんです。運転もしないのに寝てばっかり。いや、聞こえないわけよ。これは俺が起きたら、なんかお前らが、なんか2人でやってたやん。ラジオやってたやんって何？ラジオって何やだから入る隙やねえなっていうことを俺はツイッターで言ってたわけ。キチガイみたいに喋ってるって言われてましたからね。こいつはペラ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 喋りよるなと思って、ね、スカイプのね、ラグがないからね、話しやすい話しやすい。そう、ラジオごっこラジオごっこで、その後熊本に着きまして、馬刺しを食べようということでね、熊本に。この馬刺し食うのも大変だったんですよ。あのね、しもちゃんコンピューターが狂ってるから、やっぱりボートで調子が出てないわけよ。だからしもやかがリサーチするわけよ、携帯で。どこの馬刺しがうまいかって、下屋がちょっと探してやって、俺が多分運転しとったんかな、で後ろは寝てたんかな、あの探してや、探させたら一軒目行ったところが閉まってるわけですよで、あれあれみたいな感じになって、え、なんで閉まってるとこ探しとんねんみたいな感じで、次探してやって言って、ちょっと待って、なんかその看板の下に、そこが下通り店やったのか知らんけど、なんかまた桜通り店みたいなところがの看板があったから、あそこかなって言ったら、下屋が走って、見てくるわとか言って走って行って、でしばらくしたら戻ってきて、
どこの通りなんて言ったら、なかったわとか言い出して、え、何何って言ったら、下谷が走ったのにその店のか他に入り口がないかっていうのを調べてて、全然なんか違う店のところ調べてないわけよ。で、なんなんこいつ使えねえみたいな感じで、天草と二人でポンコツになっちゃったんかなと思ってそう言われすぎてな。じゃあ次また下谷がその間に調べといてって言って、次なかった、それ見に行ってなかった時に調べといてって言って、調べといてあったわみたいな感じで言って、で俺らが行った先はまあ結局閉まっとったから、じゃあ下谷の調べてくれた店行こうって言って向かってたら、下谷が急にいても立ってもいられなかったんやろな、ちょっと俺先見てくるわもう次閉まってたらもうどうしようもないんやみたいな感じになって、いや俺本当にこの時はもう迷惑をかけているという気持ちしかなくて、2人にこうせっかく一緒に旅をしてるんで、メンバーに朝からねボートからずっとこう迷惑をかけてる迷惑をかけてると思って追い詰められてたんですよ僕も。そうで、なんかもうもう次なかったらやばいみたいな感じ。俺らはそんな怒ってないのよ別に、そんなどっかあるやろと思ってるから、ないときゃないでいいやと思ってたから、なんか急に走って見に行って、でその間に天草がここ置いてるんじゃないとか言って店を見つけてたのよ。でもまあまあ下谷が先行ってるし追いつこうって言って行ったら、下谷が店の場所がわからんくて立ち往生してんのここら辺だと思うんだけどな。いやもう2人が怒ってるみたいな顔をしててさ、そう見えたのよね、怒ってる顔をしてるように見えて、これやばいなと。しもちゃんも大慌て、この辺はやっぱり。ようやく見つけた店に入って食った馬刺しですね、これは。お前見つけたみたいに今言ったけど、その店行ったら結局閉まってて立ち往生した。あれどこにあったんだっけじゃん、これって。あ、マクザがそのお前を追いかけて歩いてる時に見かけた店。本当助かったよ、これでなかったら馬刺し食えないってなったらもうえらいことだったからね。しかも馬刺しのその俺が一番最初に見つけた店、ランチタイムやってなくて、なんでって話になったけどさ、ランチタイムが実は土日祝しかやってなかったわけよ。その時平日だったからね、うん、早い段階でそれに気づいたの。でも黙ってたわけ、行ったら怒られるからお前らに。だから馬刺しを食ってみんなご機嫌の時に言おうと思って言われましたわ。いやでも下谷さんなんかもう楽しかったわ。だんだんかわいそうになってきて、一人で勝手にパニクってなんか閉じてまたパニクってってなって、いや大俺らもう励ましてたもん最後の下谷大丈夫やって気にすんなよって、旅やから楽しく行こうやって、調子がおかしいってってなって馬刺しを食ってまあ取り戻したわけだ。元気になったわけですよ皆さん。でからしれんこんと馬刺しに舌鼓を打ったわけです。これうまかったな。うまかったね。からしれんこん揚げてあった。あ、そうそう、揚げたからしれんこんって。この後あれか、これ熊本城を見に行こうって話になって、近くの神社ですね、回り方があるんだよな、この縄をうまいこと回るといい回り方は無視してたけどな。そしたら最初まっすぐここを通るっていうアホが知恵の方をくぐってるああようわからんかったんや。でその後この顔出せおなじみのやつでコミカルな写真を撮るっていうね。これ肩幅あるやろ。いやこれは看板やろで熊本城はこっから先入るのに金がかかるので行かなかったです。なんで行かなかったんですかね。そういえば熊本城本当に入り口なんですよここ皆さん。熊本城の城中入って楽しい。ああ僕一人だったら入ったんですけど、まあ城に多分興味がないお二方なんで。そう、僕はいいんですけど、それさんちょっと歴史 NG なんですよ。いや下谷かもさ、400円って見てさいいわってなってたやん。なってた。でこれは、宿に向かっている最後の宿に向かう車内です。車内からの写真です。いやーこれ別府ですねここ。で最後の宿がこちら防海という宿ですね、はい、ここも良かったですね。いや良かったですねここ。バシッとこうまたね海がまあ見えるところで、そちらもにっこりと。いやこの宿ほんと良かった。ここ一番良かったかもしれない宿的には。俺はやっぱ白水館。白水館まず温泉に入ってね、ちょっと汚れを落としてから我々。その露天風呂がさ屋上から外がその丸々見えるみたいなやつですごい景色だったよねあの露天風呂、うん、海見えてこれですよ皆さん。関味となんだっけこれ、ハマチから。これクソうまかった。肉厚のさ、こんな肉厚の味食ったことあるかっていうぐらい肉厚のマジでめっちゃうまかったわ。カエルの歌が聞こえてくるよと。これ臨床した後やったからね、これをそうだ、カエルの歌で臨床するやつやったったから面白かったカエルも取るというね、天草さんちゃんと。でこのカエルの目のところがキャビアになってて食えるということで、我々カエルに異様に反応したところをね、店員さんがなんか見てて興味持ったのかなっていうところでね、そのカエル食べられますよっていうことでね、久々にカエル食べましたということでねでこちらが皆さんメニューでございます。豊後牛だね。豊後牛か。豊後牛のすき焼きにこれフグの皮のポン酢和えと、これなんかカルパッチョですね。うわ並んだところですよ。まあ次々料理が出てくる。フグの皮の和え物か。前菜エビチリ、なんかこれ唐揚げ、これ何なんやっけ。うまかってん全部。豊後牛ですよ。肉がすごいんですよ。甘くてすごかったなこれ。柔らかくて甘くて、うん、まあでもここはまあ完全にもう関味と肉だったな。
関屋でと肉コース勝手に頼んでましたけど、あと茶碗蒸しと。茶碗蒸しですよ皆さん、この茶碗蒸し。これ椎茸入ってて、お前らが椎茸もうまいから食ってみろ、こういうとこだと椎茸もうまいはずだって言って食わせたらクソまずかったんじゃ。顔が一瞬歪むというソイさんが見れました。美味しかったじゃん椎茸これ。いやまずかったわ。でこれナスのホイル焼きですね。ソイさんの大好きなナスをこうホイルで焼いた、めっちゃうまかったこれも。ナスと豚肉ね。うまかったな。ナスと豚肉か。うん、ただえのきって言うん、これ入ってるのだけマイナスでしたけど。まあ、ほんと何なのそのキノコ食えないやつ。うまかっただろこのキノコも。いやまあこのキノコはまあまあそんな別に邪魔せんかったからよかったけども。この顔見て、ご満悦ソイちゃんですよ。染み込んでるのよ俺の体に。美味しいのが、美味しいものが。肩のこと飽きろよ。おい、4日目の夜やぞこれ。4泊5日の4日目の夜やぞ。いつまで肩のこと言うてんねん。で炊き込みご飯が、ちょっと炊き込みご飯もついてたんですよ皆さん。これは火で焼いて30分くらいでできるよって言われたやつですよ。でその時に、天草が炊き込み小判ご飯をこぼすっていうね。どちゃん。炊き上がったやつや。そして炊き上がらないしもやかということで。そうだ、天草の炊き込みご飯倒した。俺のやつは炊き上がってないというですね。ご飯も半生ですよ皆さん。この時に言うてましたね島岡さん、人生の縮図かと。そいつはうまく炊けて、うん、天草さんは倒してこぼして、俺のはできてすらいねえって言ってましたね。言ってましたね。変な感じに炊き上がった米を食ってる僕ですね。旅館の人に言ったんですよ。もちろん言いましたよ、火をくれって。でもテンションは一回下がったものはね、なかなか上がらず、なかなかね。やっぱりその後、これはあれですね、天草さんがパチンコを打ちに行っていなくなってしまったので、私も先に我々は、少年ジャンプの連載漫画というね、クソつまらん古今東西をやりながら寝るっていう。爆睡してしまいました天草さん、お先にすいません、はい、ここは。すいません。僕は一人で行くと風呂に入っていって、風呂から出たらもうこうなってましたね。でそれで、まあ、まだ開いてないから確認して寝ました。で最終日5日目、4時半ぐらいに起きて、そうだ、朝その露天風呂から朝日が昇るのを見ようって話になって、でまだ日が昇ってない時のこの旅館の窓からの日が昇る前の海ですよ皆さん。朝の一服っつってね。で朝温泉入った後か、温泉入った後に、そうそう、あの海辺、近くの海辺を散歩しようということで、スランプリな海辺と見上げる僕ですね。これツイッターもヘッダーに使ってしまいました。いやいい写真やと思う俺。そのツーショットの写真好きやねんけど。これ？うん。文豪感ある。師匠と弟子。確かに師匠と弟子がすごいわ。で天草さん、天草さんまたコラ画像みたいな写真撮ってますけど。笑ってねー。コラ画像ですか？眠そうやな。太陽ちゃん。やりましたね。朝から元気。はーい。なんやこれ。何してんの俺。あーでここ我々の気持ち、まあ本当に我々3人の旅行だったけど、チェッカーのみんなと旅行行ってるぐらいのね、そうそうそう、チェッカー家族旅行ですよ。I love you stream チェッカーですよ。いやーこれはみんなも涙流してんじゃない。いやみんな喜んでるだよ、コメントめっちゃ流れたもん。ほんまや、内容はともかく、内容はともかく。先ほどのチェッカーのスペル間違ってたそうで。ずいぶんそれさんスラスラ書くから何が分かってんのかと思ったら間違ったんですね。その後旅館に戻って、まあ、お腹も空いてきたんで、じゃあ朝ごはんということで、このボリューム、これ綺麗に並べてたらさ、おばあちゃんにさ、まだ持ってくるから、綺麗に並べてらっしゃるけどまだ持ってくるからちゃんと片付けてねみたいな怒られ方しまして。怒られてましたね。はい、僕怒られまして、綺麗に並べて写真撮ったらおばあちゃんに怒られました。松さんがもう食い終わった後の放心状態の満腹天使ちゃん。満腹天使ちゃんですよ。でお部屋に戻って、ちょっと我々早かったから、朝が二度寝しちゃう。二度寝しちゃうという。旅館を早く出ようって話してたんですけど、二度寝しちゃうという。そして天草が起こしてくれたんですよ。いやー、すいません、すいませんと。で、まあもう行こうかと。チェックアウトもね、着替えて、もう行こうかと思ったら、天草さんがですよ、皆さん。我々を真っ先に起こしてくれた天草さんが、寝てると。三度寝ですよ。全く起きない。電話をしても起きないということでね、先に我々行って、電話で起こして慌てさせようと思ったんですけど、電話をしても起きないから、いい加減しもやか見てきてと言われて。天草降りてきて、すまんすまんの一言もなく、俺が電話で起きるわけねえだろうって誇らしげに言われて、なんだこいつって僕思いました。でその後、まああの前の日に言ってた、じゃあ地獄巡りをちょっとしようかって話をしてて、全部見ると金かかるし、そんなに良くないっていうことで、一番いいっていう海地獄っていうところに行ったところですね。看板の方が肩あるってなんやねん。でこんな風に蒸気が吹き出てるんですよ皆さん。約98度の湯気なんて、これは噴気です。
で、これが皆さん海地獄ですよ。作り物みたいな青ですね。いや、めっちゃ良かったで、これ。作り物なのか。作り物としてもこの色すごない。いや、すごいすごい。ものすこれ湯気であんま見えねえけど、俺のこの写真。あ、これいいですね、それさんのやつは。マクサさんも撮ってたと。すごいな。写真で見てもわかるな。もう本当に実際この色だったしな。そうだね。いや、本当に。じゃあ、いよいよ帰りますか、福岡にという。はいはい。これね、鳥天ってやつ。なんか別府の方で名物って書いてたから買ってみたんですよ。美味しかったです。下中さん、なぜか助手席で僕運転してたんですけど、助手席でずっと、なんていうの、プレーンの餅。ずっと食ってたんですよ。だからめっちゃ一袋。水炊きと豚骨ラーメン食うっていう予定に入ってんのに、お前そんな食って大丈夫なんって言ったら、大丈夫大丈夫、これ好きだからっつって。美味しかったですよ。味がしなくてね。味がしなくて美味しいって。なんだお前ほんま。で、福岡に着きまして、その、探した、これもまたルルブに乗ってたのかな、美味しい。豚骨ラーメンのすごい有名なとこに行って、これうまかったなぁ。そううまかった。俺豚骨ラーメンってさ、ギットギトのイメージでちょっと辛いイメージがあったのよ。でも違うくて、これめちゃめちゃ甘いのよ。なんで豚肉の甘さ、もうさっきからずっと豚肉の甘さって言ってるけど、俺の大好きな豚肉の味がすっごい染みてて、めっちゃ甘くて、なんていうの、ミルキーって言うの。麺もたっぷりで、細麺でのやつで、結局うまいってこと。で、この後レンタカーを返却と。これ笑顔ですけど、一悶着 あるんですよ。天草が急に水炊きに行かねえとか言い出して、お腹いっぱいで時間が結構差し迫ったんですよ。飛行機の時間まで1時間ぐらいだったかな。もっとあれば3時間ぐらいあった旅行。いや、ない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 、絶対ない。いやいや、このレンタカー返した時点では絶対3時間ぐらいあった。いやいやいや、ない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 。え、だって飛行機の時間が20時お前30分前に行かんといけんのぞ。うん。そこら辺も計算しなきゃいかんやろ。水炊きに行くっていうくだりで、俺は行かねえわみたいな天草が言ったんですよ。いや、まあ結構お腹いっぱいだったんよ。確かに豚骨ラーメン食ってすぐでしたからね。で、俺はもうちょっと正直天草にそんな強く言えへんから、下やか言えって。そう行きたがってたの。あの、家なんか俺をこう行きたがらせるくだりみたいのを俺は見てたけど、ちょっと最後の最後だから、ここはもうちょっと行って乾杯でもしましょうよってなんとか説得して、その長野ってとこに行こうとしたんですけど、電話をして予約しようとしたら、もう満席ですと、長野って店が。じゃあどこ行くん、長野行けなくなったけどどこ行くんだっつって、で、まあ電話して結局予約取ったけど、もう天草は残り何分しかないからみたいな感じで、ずーっとあと何分あと何分とか言うその状態でなんかさ、言うやずーっと言ってて、うるせえなこいつ、お前が遅れようが知ったこっちゃないわと俺は思ってたよ正直。ねえ、じゃあ下中が急に地下鉄で、俺金ないからやめよっかなって急に出すわけよ。天草がやっと説得乗ってくるってなったのに、次は下中が俺金ないんだよねって言って、あと6000円しかなくて、これ食ったらもうバイトばっくれてるし生活できないんよみたいな。そう、あ、冷静になったわけ。そこで俺車の車内電車の中で、あれ、これ俺払ったらやばくないと思って、僕いちいちもうやってられんわと思って、じゃあもうキャンセルして俺一人で行ってくるわっていう感じになって、じゃあ行くわ行くわ、もう俺後の生活は知らねえとか言って、ようやく3人で団結してね。俺あんなに急いで鍋を送ったの初めてだよ。そう、店まで急いで。こいつらチンタラ歩きすぎないよ。チンタラ歩きよってよ、時間がねえよって。ナビもまともにできねえしよ。じゃあさ、早く、全然時間ありましたって、あそこは。しかもナビ全然間違ってて、しょうがねえか、俺が先導してさ、もう全部行ったやん。天草がめっちゃ急いでるから必死になってるから、こっちちょっと面白くなってきてしまったんよ。水炊き屋さんです。で、ビールと水炊きでね、美味しかったです本当に。この水炊きめちゃめちゃ食ってよかったよ。めちゃくちゃうまかったけど、初めさ7時10分に出れば間に合うって言ってるのにさ、天草がさ、やっぱり5分にしようって、7時10分に余裕を持って7時10分に出るっていう話で結論出たのに、やっぱり5分にするからあと5分とか言い出して、これ増水をね断ったんですよ。なんだこいつは。でも、もうここまで来たらもうめんどくさいから出ますって俺も言って出たんですけど、天草がピリピリしてるのに、下やから、いや、お前ら違った、仕事があるんよ次の日でずっと言ってるからさ、下やかに正直今楽しいやろって言ったら、いや楽しくないですよ、天草さんが緊迫してるんですよとか言って、急に真面目なさ、ふざけ方をしだしたわけよって。もう時間ないからねって言って、天草がもうお土産買う時間ないよ空港でって言ったら、あ、下やかが急に大きな口を開いてショックみたいな顔したのよ。もうめっちゃふざけてるやんって言ったら、天草が怒って下やか殴って、ふざけてないでしょって下やか言って、で最終的にもうだから帰りなんか天草がうわーって急いで歩いてるのを、下やかと俺でちょっと小競り合いよ、なんで増水断ったみたいな言われて、いやいや、あれ無理やろって、じゃあお前が言えよみたいな感じで、いや、あれは食いてえだろみたいな、
まあ、1時間前に空港委員は常識でから常識であるって言われたら確かにその通りなんですけど、いやたまたま飛行機が遅れたからよかったものの、いやいやいや余裕めちゃめちゃあったで、結局お土産買う時間もありましたし、搭乗口前でバイバイって言ってる時間もありました。いやまあ普通やっぱ普通にそういうぐらいの余裕を持って動かないとダメなわけで、水炊きが終わって最後ね空港に、あ水炊きですねこれもすいません、最後空港でね、いつものやつ、いつものやつですよ、最後3年目もうついに3回目ですよこの顔も、いやいやいやお別れの顔ですよ皆さん。でね空港に我々は飛行機に乗って、飛行機も遅れましたね天草さん、遅れたね、遅れましたね飛行機、バッチリ遅れるということで、天草さん本当に時間通りについてギリギリぐらいの電車なのに飛行機思いっきり遅れるというね、第3空港から第2空港までダッシュで走ってなんとか間に合いました正直俺はその時遅れてくれと思ってた遅れたらおもろいのにと思ってた。で最後なんと こちらでね次回の旅ということで、来年の5月にね、はい、クズ旅行5は6泊7日、今回もね日程を増やしましてキャンピングカーで北海道ほぼ一周の旅ということで、イエイイエイ、車を運転できる方の参加者を募集しております。しております。